ラバーセッションということで、今回のテーマはビヨンドコロナバイルスとワークということで、コロナ禍で働き方の考え方どんなふうに関わっていくのか、最先端を走っていらっしゃる皆さんに、今日お話を伺っていきたいと思います。では最初に、簡単に自己紹介から、お願いしたいと思いますけれども、スライドの投影お願いできますでしょうか。いかがでしょうか。じゃあちょっと勝手に私の方で画面共有してしまいますね。さすがです。はい、では始まります。お願いいたします。じゃあ一番最初、大世良さんからお願いいたします。はい、カブックスタイルという会社で、今ですね、ワーケーションとかテレワークに使っていただいている、まあ、定額で一つの家賃で、世界中の家に住み放題というサービスをやっているハフというサービスをやっている大世良です。長崎生まれで、そのハフの直営拠点として福岡にもありまして、最近はちょっちゅう毎日月のように福岡にも通っております。今回はこうやってお声かけいただいて大変楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ハフさんの福岡拠点どちらにあるんでしたっけ。はい、祇園駅に近いんですけれども、今地下鉄の駅を作っている目の前でキャナルシティから歩いて1分ぐらいのところにあるので、ぜひコーヒーだけでも飲んでください。はい、すごい雰囲気のいいところでね、本当にお茶に立ち寄るにも素晴らしい立地のいい場所だと思うので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。では、続いて、ユーストラストの岩崎さんお願いいたします。はい、ユートラストの岩崎と申します。私は福岡とか九州育ち生まれとかでは全然ないんですけれど、毎年嵐のライブで福岡ドーム、今はペイペイドームに足しげく通っておりました。で、今はDNA という会社を卒業しまして、2017年からユートラストという会社で、ユートラストという事業SNS を作っています。今2万5000人ぐらいの方々が副業とか転職のためにユートラストというサービスを使ってくださっています。なんかもし採用したいとか副業探したいという方いらっしゃったら、ぜひ覗いてみてください。はい、ありがとうございます。副業のマッチングも増えてきているというようなお話がありましたので、また後ほどお伺いできればと思います。では、つむぐの牧田さんお願いします。はい、よろしくお願いします。今つむぐは本社を福岡に置かせていただいていて、 FGN っていう、まあ、今日このアセンションも放映しているコワーキングスペース、小学校の中にあるコワーキングスペースに本社を置いています。会社はですね、今ティンクデスクっていう机の時間貸しの、まあ、空間サービスと、あとティンクオフィスっていう企業さんがその空間を占有して分散拠点作れるっていうようなサービスをやってます。もともと鍵の開発をする会社を作ったんですけど、私の元彼がですね、同棲中に知らない間に鍵をコピーして別れた後に不法侵入されたっていう実体験があって、はい、鍵の会社を作り始めたっていうところがきっかけで、今空間サービスをやってます。はい、まさにリスナーニーズから生まれたサービスなんですね。そうですね、だいぶなんですかね、身近にあるのかどうかわからない身近なニーズから生まれた感じですけど今日はかけるワークっていうところで皆さんと普通にお話できたらなと思ってるので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。そして最後に私も簡単に、自己紹介させていただきます。一般社団法人プロフェッショナルパラレルキャリアフリーランス協会の、平田です。フリーランス協会と呼ばれてますけれども、正式名称、まあ、長ったらしい名前で、会社員の人とか、副業やっている方も含めて、キャリア自立できる働き方の選択肢を増やしていこうということで、活動している非営利の団体になります。今、無料の会員さんが4万、1000人超えて、いるところで、あと、まあ、ハフさんをはじめですね、いろいろな産業企業の、方々にも支えていただいている団体になります。はい、実はちょうどですね、今日ワーケーションとか関係人口組織とか、まあ、場所にとらわれないフリーランスの醍醐味を生かした啓発活動を2017年からずっとやってるんですけども、その一環で、沖縄に、ね、ワーケーションツアー来ていまして、実は大世良さんと、一緒に那覇に、
います。で、同じホテルの違う階から今入っているっていうような状況で、これも今っぽい、あれなのかな、沖縄から福岡のイベントに出るっていうのも面白いなと思ってるんですけども、はい、そんな形で今日、進めていただけば、はい、いきたいと思います。あ、ちなみに福岡出身です。はい。ではですね、画面今日一旦停止しまして、今日、特にテーマなくフリートークでっていう、お題をいただいてるんですけども、私はタイムキープ係ということで、お互いいろいろ、雑談というか、緩く進めていきたいと思うんですが、最初ちょっと話のきっかけとして、コロナの変化というかですね、アップサイド、ダウンサイドあると思うんですけども、それぞれどんな、働くこととか、事業の変化感じてらっしゃるか、お伺いできればと思います。じゃあ、大瀬良さんからお願いしていいですか？はい、了解です。そうですね、ハフっていうサービスはですね、本当定額で、今ここの後ろにも書いてあると思うんですけど、働き方に少し特化をした使い方、なので旅っていうものを含め旅をしながら働いたり、する形でですね、非常に利用者にですね、訴えていたところだったんです。で、旅をしながら働くことで、一つのオフィスで働くのではなくて、やっぱりいろんな見る景色が変わって、出会う人が変わっていくので、やっぱり自分のキャリアにすごく刺激が、与えられやすい、そして成長速度が上がりやすいというところで使ってもらいたいなと思って立ち上げたサービスでした。で、コロナ期間中はですね、ちょっとこう画面共有をするので事務局さんの方で共有をお願いできればなと思うんですが、あとですね、やっぱ4月5月のコロナ期においてはですね、よいしょ、出るかな、画面の方、これ結構、ね、僕らが共有してもですね、なんかね、オンラインではね、ちゃんと切り替えてもらわないといけない声ですよね。見えてないと。そうなんですね。そうなんですよ。なんで、事務局の方にぜひ僕の画面を変えてもらえると嬉しいなーなんて。見えるかしら。いずれ出してもらうこと。爆伸びですね。そうなんですよ。緊急事態宣言発令期間中やっぱ下がったんですけど、その後ですね、夏以降非常に会員が今伸びておりまして、前月比2倍以上の数字で今会員数が伸びていたというところで、くしくもコロナを受けて世の中にテレワークの普及が広がり、そしてワーケーションというキーワードも広がったこともあって、非常に今会員数が伸びているという状況ですし、じゃあ誰が使ってるのかというところで言うと、今半数以上が給与所得者、会社員、経営者、役員で半数以上を占めているということで、かなりフリーランスの方がも結構と会社員同じぐらいだったんですけれども、今非常にこう仕事、会社に働かれていた方も、場所にとらわず働くチャレンジを始めているというところが一つの面白いまたデータなのかなというふうに思ってます。実際に大手 IT 企業の社員さんなんかが、どこでも働けるようになったので、出社するのがバカバカしくなったので、ハフを利用して五島列島行きましたとか、福岡行きましたとか、いう方がいらっしゃったり、あるいはずっと家で仕事してると奥さんに迷惑をかけてしまうと、なんかこうお互いにストレスになってるのを感じるので、ちょっと出てきましたみたいな、意外に仕事で行きますねみたいな使われ方とかですね、決して独身の方向けのサービスではなくて、そういった交互に使われるとかね、今週は旦那さんがお子さんを見て、この奥さんがテレワークするようなことを使われたりとか、そういった宿泊だけじゃなくて、こう日中のこうオフィス代わりの利用とかも増えてるっていうことなんですね。そうですね、まさにそうですね、はい。で、ワーケーションっていうキーワードが話題になって、結構こう、なんか田舎に行くみたいな、イメージが強くなったかなと思うんですけど、ハフのですね、利用傾向で面白い数字が出たのが、今増えてるのが東京の会社に登録が増えていて、しかも東京のハフを使ってるんですね。都内のハフを使ってるところから入ってるんです。で、これはとこ先ほどもね、この始まる前に話あったんですけど、結構またリモートワークが週に何日しか認められてないとか結構あるので、なかなか遠出ができないんですよね。なので、コワーキングスペースプラス気分転換、あるいはそこでの出会いとか、交流みたいなことを求めて、近くでハフを利用するという形のハフ型ワーケーションとでも呼びましょうかという感じなんですけども、面白いですね。あとは一方で地方のフリーランスが東京に行かなくなりました。
あんまり結構例えば福岡で登録をした福岡住まいの方が九州を巡る旅をしながらリモートワークをするとか、大阪の会話の方がその広島とか和歌山の白浜とか行ってみるみたいな形で、いわゆる観光でいうところの域内観光、マイクロツーリズムみたいな言葉が話題になりましたけれども、うん、でことわざわざ東京に行くんではなくてそのエリアを楽しむというところも最近の傾向としてすごく面白い数字かなというふうに感じています。まずコロナ禍における変化、このあたりでは出てきます。なるほど、すごい会員数の爆増が凄ましいなと、うん、まさにアセンションだなと思ったんですけども、稼働率っていうかこう利用率も実際コロナ前より増えてますか？そうです、そうです、利用率も過去最高まで一緒に伸びているような感じでした。ただ今やっぱ感染拡大が広がり、世の中での移動の自粛みたいな、こうコロナの感染者数の折れ線グラフと全く一緒というか、まあ反比例、そっちが伸びれば伸びるほど移動する人はきれいに少なくなっていくので、今月は過去最高は伸びないか、回数は伸びてるけど使ってる人がちょっと減ってる。なるほど、まあ、でもこれを機にそのポテンシャルというか体験を、ね、1回でもした方は多分また感染が落ち着いた後こう習慣として使っていくでしょうから、本当に今後が楽しみなサービスですよね。そういったワークプレイスの、ワークプレイスの変化ということですと、つむぐさんのサービスも場所貸しというかそういったサービスだと思いますけども、どうですか？ティンクデスクは特徴の大きな大きな特徴の一つが無人でサービス運用ができるっていうところなんですよね。鍵自体ももうデジタルになってるし、ぜひここから読んで使っていただきたいんですけど、施設の検索から予約から鍵の解錠から決済まで全部 LINE でできちゃうので、運営側が無人で運用できるっていうところが、なんか一つこの特徴として捉えられて、私たちはデスクオーナーさんって呼んでるんですけど、オーナーさん側がこのコロナで空きスペースだったりとか、ちょっとスペースの利用価値を変えたいとか、もうちょっと新しい使い方を提供したいみたいなところで、なんかニーズが増えた感じはしてますね。この今、背景の写真はホテルなんですけど、福岡のホテルで、ティンクデスクでサービス提供されてたりとか、あと住宅地の中とかにティンクデスクがポツンとあったりするんですけど、そこは結構なんか朝活とか夜の時間帯に使われてることが多かったりもするので、結構その、さっきのなんか夫婦でちょっとあなた邪魔よみたいな感じの時にこうちょっと出て使ってたりする人がいるのかなっていうのとか見えたりしてましたね。でも確かにその無人でこうコンプリートできるっていうところはこう、ね、接触とかを避けたいけど、ちょっとこう場所を運用したいっていうオーナーさんにとってはすごくメリットに移るんでしょうね。そうですね。あとセンサーとの連動とかもしてるので、今だと福岡のちょっと1拠点で実証実験してるんですけど、シャープさんの手洗い判定のカメラを設置してて、実際にちゃんとこう感染予防してますよっていう風にユーザーさんがちゃんと手洗いやってもらうと、手洗い判定で OK ってなると、クーポンプレゼントみたいな実証実験もやってるので、ちょっとその感染予防してる人が使ってる拠点みたいな、その拠点によってそういう特性を出していったりもできるかなっていうので実証実験したりしてます。なるほど、面白いですね。実際コロナ前と比べてこう利用が増えているとか、そういう、こう場所をこう求めてる人が増えてるっていう実感値もありますか？そうですね、実際実証実験自体は去年10月からやってたんですけど、サービスをちゃんとスタートしたのが今年の7月からなので、利用者っていうところで言うと、もうそこからっていうカウントになってる。さっきのハフさんの爆増みたいなのちょっとお見せできないんですけど、オーナーさん、デスクオーナーさんになりたいっていう人たちの問い合わせ数は増えてる感じですね。へえ、そうなんですね。場所提供したい、使ってほしいとかっていう、面白いですね。ありがとうございます。じゃあ岩崎さんもいかがでしょうか、コロナ前後の変化というか。そうですね、確かにデスクオーナーなりたいはあるなと思って、私たちオフィス持ってたんですけれど、解約したんですよ。
で今は私たちも株主からで間借りしている状態なんですけど、自分たちがオフィス持ったらなんか今週一出勤にしてるんで、それ以外の曜日誰かに貸されへんかなとか思ってたんで、うん、なるほどって思ってしまいました。すみません、ちょっと土足で。ちなみにいくらぐらいで平均単価貸してる方が多いんですかね、デスク。牧田さんへの質問になります。ピンクデスクに関しては売上の折半というか、実際にデスクユーザーさんの売上が立ったものの何パーセントをデスクオーナーさんに出すよっていう形なので、そうなんですよ。今のところちょっとその転貸っていう形はなくて、レベシェアでもうその物件持たれてる方が家賃と設備は補填いた担保いただいて、で売上の部分の何パーセントかうちのシステム利用料でいただくっていうような形になってます。売上はオーナーさんが自由に、売上というか価格はオーナーさんが決めるんですか？自由に。そうですね、拠点ごとに、うん、オーナーさんが設定いただきます。もちろんこっちからこれぐらいの金額だと来やすいかもですよっていう提案はするんですけど、基本的にはオーナーさんが決めるっていう形です。だいたい平均単価いくらぐらいなんでしょう、うん、1デスクあたり今は、だいたいデスクの利用で、400円、1時間400円から700円の間とかですかね。ちょっとそのいいコーヒー1杯分みたいな、そんな感じですね。でもね、こう本当に有給資産の活用っていう意味だと、ね、やってみたい方いっぱいいそうですよね。なんか地方 の、 田舎に欲しいですよね、そういう場所。要は福岡の市内だったらめちゃくちゃコワーキングスペースあるんで、なんか困んないんですけど、なんかよりローカルに、その福岡からさらにローカルに行ったところに働く場所がなくて困るっていうめちゃくちゃあって、ね、旅館とかにね、なんか今作ってるとかもあったじゃないですか、園部さんが。なんかここ行けばいいなっていうのがもっと地方、もっともっとローカルに増えていくといいなと思うんですよね。確かに。そうですか、やっぱ都市。なんか深江とかね、こう第2の方行って、ソルトめちょっとなんか混んでるし、他にないかなっていう時とかに、そういうのあるといいかもしれないですよね。すいません、ね、ちょっとお話を私が戻しちゃったんですけど、はい、す岩崎さんに戻してもいいですか、はい、すいません途中で。そうですね、ユートラストっていうサービスはキャリア SNS なんですけれど、具体的にはその副業したい人と副業を探している人とか、転職したい人と転職してくれる人を探している会社さんとマッチングしているんですけれど、コロナに入ってコロナ直前とコロナ入ってからで、登録者が倍になってます、ユーザーさんが。で、ユーザーさん倍になっただけじゃなくて、採用側も、どれぐらいかな、ちょっとなんか写すのあれなんであれですけど、すごい爆伸びしてて、売上はだいたいコロナ前の 5,6 倍に伸びてます。それは副業だけじゃなくて普通の転職もってことですか？あ、そうです、そうです。へ、なんで、すごい私たちはまあ、いろんな苦しんでいらっしゃる方々がいるのであれなんですけれども、事業としてはすごい追い風というか、吹いているなっていうのはあります。で、具体的にはやっぱり皆さんリモートになって、通勤時間の 1,2 時間がなくなった、うん、でかつなんか夜もじゃあなんか飲み行こうぜみたいな感じもなくなっちゃったので、皆さん特に単身者の方とかだと家でとにかく暇みたいになっちゃっていて、でも一方でやっぱりこう皆さんもっと働きたいけど、大きい会社やったらちゃんとこう勤怠管理されてて夜することないみたいな、っていうところで、何かこう自分が役に立つんやったらって言って副業したいとおっしゃる方はすごい増えてますね。で、なんか副コロナ禍の前って副業の採用する会社って少なかったんですよ。で、なぜならなんかリモートやと困りますと、会社来てくれやんな困りますみたいな感じだったんですけれども、もう自分たちもリモートやしそんな関係あらへんよねみたいになってきたのと、あとは小さい会社に多いのは固定費を減らしたいっていうのがあって、やっぱ先行き不安なんで極力安くっていうところで、正社員ってやっぱ日本においてはね、まだクビにできないので、
変動費にしたいっていうので業務委託で採用されるっていう会社さんが増えていて、私たちとしてはお客さんがこう突然ドドドと増えているのが今の状況ですね。本当ね、副業のマーケットは登録者ももう軒並み各社さん増えてるって言いますし、ね、受け皿も今本当おっしゃった通り、私たちも2017年からずっとそういう受け皿を増やす啓発活動をやってきて、それこそ福岡市さんとか福岡商工会議所さんとも2017年ずっと企業向けのセミナーとかやって、当時はあんま正直響かなかったなっていうちょっと時期尚早だったなっていうのあるんですけど、まさに本当コロナでこう会社にいない人を使えないよっていう言い訳がみんなできなくなったっていうか、すごい自治体さんとかいろいろお問い合わせも状況界にも増えているので一気に広がっていくんだろうなっていう感じはあるんですけど、さっきのお話でその副業だけじゃなくて純粋な転職もすごい増えてるっていうのはどういう背景がありそうですか？純粋な転職はちょっと面白いんですけど、皆さん今までこう面接とか採用選考フローってオフラインでの面接だったんですよ。で、2、3回1時間とかこってり面接してっていうのが、今なんかじゃあ会社来てくださいってすごい言いづらい中で、なんかその人事界隈ではその会ったことない人に内定を出せるんか問題みたいなのが一旦すごいにぎわったんですけど、それのこう最適解として皆さんがやり始めたのが副業からの採用だったんですよね。で、一回オンラインで働いてみて、でよかったら1ヶ月とかお互い区切ってよかったら正社員になってくださいっていうオファーをするっていう会社さんが増えていて、お試し採用的な。そうですそうです。なんでうちも全く同じことを真似させてもらってるんですけど、私たちも12月に2人入社してくるんですけど、実は1回しか会ったことないとかでも2、3回面接するなんかよりも1ヶ月とか2ヶ月一緒に働いてるんで全然信頼できるみたいな。選考フローが変わってきて、副業から正社員を採用される会社さんが増えてるっていう感じかもしれないですね。なるほど、面白いですね。実際少し前にね、ヤフーが100人副業採用とかって話題になってましたけど、あれも私はなんかすごいうまい採用戦略だなと思って、ね、はい、必要な人100人とこう付き合ってみて一番いい人ピックするとかってもうね、最高の採用だと思うので、そういうのは本当今後増えていくでしょうね。でもお互いリスクないからいいですよね。そうなんですよね、っていうのと、すごい今の会社で活躍されているいわゆる優秀とされる人たちって、まあめったにこんな会社辞めてやるってならないんですよね。面白い仕事もしてるし待遇も悪くないしで、今の会社好きってなってる人が多くて、そういう人がでも採用したいじゃないですか、採用側としては。でもそういう人たち市場に出てこないので、もう仕方なく最初は副業でいいからって言ってなし崩し的に正社員になってもらうっていうことを、このコロナに乗じて皆さんやってる感じ。すごいある気がする。ハブさんとかも結構あれですよね、業務委託の方も活躍されてますよね。うちほぼ業務委託で、ほぼ正社員いないですね。1人か2人しかいない、役員が。はい、やっぱエンジニアが多くて、優秀なエンジニアでどっかで働いてるんですでに。なので、副業でいいから手伝ってっていう、まさにそこだわと思ってやってたりはしますよね。はい、そうですよね。うちの協会も、まあ、もともとフリーランスの協会なので、正社員ゼロ、まあ、当たり前なんですけど、全員、プロボノとか業務委託で、完全オフィスも、拠点どこですかって言われたらいつもチャットワークですって答える、こうオフィスレスな感じで4年間やってきてるんですけど、多分フリーランスの人たちのフリーランスの定義って、どっかの会社から業務委託受けてるまではフリーランスなんですか？そうですね、正社員じゃなかったら、正社員か正社員じゃないかってことってことですよね。もう、はい、そうですね、まあ、私たちの定義だと、副業してる人も副業系フリーランスっていうふうに言ってるので、雇用関係がある方とない方、両方いるんですけど、いわゆるその会社の看板じゃない、自分の名前で業務委託で仕事をしてる部分に関しては、フリーランスとして働いているっていう。はい、考え方なんですよね。でも本当に、どうぞどうぞ。
なんか僕もともと電通という会社にいて、この前あの個人事業主型雇用みたいなのがニュースになってたんですよ。はい、なってましたよね。でこれね、言っていいのか分からないですけど、もともと早期退職制度をああいうふうに言い換えたっていうやつらしいんですよ。あ、そうなんだそうなんだとかそうなんですよ。だから早期退職制度の条件に当てはまる人たちの制度を組み替えて個人事業主制度って言って独立を支援するっていうものらしいんですけど、まあ、電通型フリーランスみたいなのが出始めてるっていうこともあるんだ、あの電通がと思って。そうですね、まあ、もともとね、あの広告業界ってこうキャリアパスの一つとして割とクリエイターとかだとフリーランスになるっていうのが昔からねあったと思うんですけど、多分今その代理店の方とかが持っているそのこう物事をプロデュースする力とか、あの PM こうプロジェクトマネジメントしていく力とかって必要としてる会社がいっぱいあると思うので、なんかまあね、そういうこうあの早期退職みたいな言ってる人もいますけど、でも実際これから人生100年時代でこう会社がねずっと面倒見てくれるっていう保証がまあなくて、で来年4月から70歳までの就労機会確保の法律が施行されるんですけど、そうすると、まあ、変な話、もう雇用延長しなくていいですよっていうことになるんですよね。雇用延長の代わりに、フリーランスになる支援をするとか、そういうことでもういいですってお墨付きが出ちゃうので、多分みんなもう雇用延長しなくなっていくんですよ、徐々に。って考えると、なんかその会社に長くしがみついていることが一番のリスクというか、まあ、早めに副業するなり、その自分の価値を、会社の看板外したところで提供する方法を、こう、早めに模索していく方が、絶対リスクヘッジにもなるし、こう、豊かに働けると思うので、そういう意味で電通さんの施策とかは、前向きに捉えたらすごくチャンス、まあ、会社に縛られず、社畜にならずに、堂々と、外でいろんなチャレンジできるのは、いい傾向だなって思ったりもしますけどね。つむぐも完全にハフさんと同じですね。社員がいないタイプですね。うん、で、タレントをやりながらエンジニアやってくれてるメンバーとか、いますよね。だからもう全然、その自分が普段やってる仕事と違う仕事で所属するみたいな形もあるんだなってちょっと思ったりして、いろんな生業が同時並行でできるっていう時代になってますよね。でも本当なんか今後、まあ、フリーランス協会ではずっと言ってきたことなんですけど、なんか結構リアルにコロナでガッと進んだなって思うのは、そのうち誰がフリーランスとか社員っていう垣根がもうなくなると思うんですよね。で、まあ、そのエリア、ロケーションからもね、こうテレワークとか、まさにいろんなワークスペースができて、こう、ロケーションフリーになっていくし、そのこう、雇用形態っていうか、そのなんか肩書き的なものからも多分みんな解放されて、もうプロジェクトベースとか、そのイシューベースで、こう、できる人ができる時に集まるみたいな、で、終わったら解散するみたいな、こう、組織というかチームっていうのが、多分常に生まれては消えてっていうような世の中になっていくんだろうなって、すごい思いますよね。めちゃくちゃそう思いますね。なんか最近スクラムマスタートレーニングっていうのを受けて、認定スクラムマスターっていうのを取ったんですけど、すごい興味あります、スクラムマスター。スクラム何でも聞いてくださいとか言ってでうちは今開発でスクラムをやりたくって、それを学び、何人かのメンバーでスクラムマスタートレーニング受けたんですけど、結構ビジネスでも企画でもデザインでも何でも使えるなっていうふうに思ったん で、ね、まさに今平田さんが言ったみたいなプロジェクトベースでこういろんなものが動いていくっていうふうになってたりするんだろうなって、ねえ、本当そうですよね。その時にもうなんかこう組織の壁は溶けていくというか、まあ、組織の名前じゃない、やっぱり自分の名前で招集されるようになるっていう、そういう時代になっていくんだろうなと思いますけど、そういう時ちょっといきなり振っちゃいますけど、なんか転職市場的にはどうなんですか、庭崎さん。こう皆さんどうやって個人の価値を高めていったりとかすればいいのかとか、まあ、そこにどういう商機があると思いますか。なんか私もそのプロジェクトの集合と解散はもう基本的になるかなと思っていて、ただなんかじゃあ全てがそうなるかっていうと、多分もうそれも多分ミックスになる
なと思ってて、一定その中長期で勤めるっていう前提の正社員も一定割合いるし、フリーランスも一定割合いるしみたいな、アルバイトインターンみたいな、もう溶けていくだろうなって思ってるんで、全然面白い意見はないんですけれど、一方でちょっとさっきの話に戻るんですけど、早期退職の話は結構その文脈に乗るなと思って見ていて、なんかバイネームは言わないですけど、ほにゃほにゃ銀行さんとかすごく大手が副業解禁をしましたっていうのが、まあ、最近すごい大きい会社が副業解禁してるんですけど、彼らの下心としては実は結構上の人たちに辞めてほしいっていうのはあるんですよね。でその世間では窓際族と呼ばれてしまうような、でも彼らって年功序列なのでお金はだいぶ高いんだけれども、ぶっちゃけそんなにパフォーマンスが出ていない人に対して、やっぱり日本って首切れないじゃないですか、会社側から。なので外の世界を見てちゃんとこうそこで稼げるようになって外出て行ってくれよっていうメッセージでやってる大企業さんって結構あるんですけれど、一方でそれはまだワーク全然してないんですよね。そういう人たちがじゃあ今60とかの手前の人たちが副業解禁したからって言って副業があるかっていうとまだなくて、じゃあそういう人たちがどうしたら自分の足で仕事ができるんだっけみたいなのはまだまだ全然課題残ってるなっていうのは思って見てたりします。そうですね、そこはおっしゃる通りで、なんか一昔前にその終身雇用をやめた国が韓国なんですけど、韓国って一時期コンビニの数より焼き鳥屋の屋台が増えたらしいんですよね。でそういういきなりその終身雇用が終わった時に多分斡旋する業者がいたんだと思うんですけど、みんな独立するなら焼き鳥屋がいいらしいって言ってわーってやった結果、まあコンビニより増えて過当競争になって、まあしかもみんなねそんな商売したことないから大量に倒産したっていう話があるんですけども、なんかおっしゃるとやっぱ日本もこう、あまり、勇み足でね、そこに、一足飛びに行こうとすると、結構悲劇もあるのかなと思うので、もうそこはなんかちゃんとやっぱ緩やかに、やっていく必要はあるんだなと思いつつ、でもやっぱり、こう、会社に縛られて、人生をこう会社にお預けして、終身雇用で、勤め上げたらもう人生が、身が終わりますっていう時よりかは、多分もっといろんな豊かさを模索しながら生きていける時代になるんじゃないかなと思うので、まあ、フリーランス協会でも、実は今年、来年のテーマとして、まあ、副業推進のプロジェクトずっとやってるんですけど、ミドルシニアの人たちを対象にした、副業の実践の研修っていうのを、まあ、提供を始めようとして、今結構大きな商社さんと話させていただいたりとか、まあ、福岡でも、トライアルで何回か研修やってるんですけど、まあ、そういう人たちにこう、ね、前向きに、実際何すればいいのかみたいなところを少しずつ少しずつインプットをさせていただくお手伝いできたらななんて思ってたり、ちなみにうちさっき岩崎さんが言ってたコロナになったから時間ができちゃってちょっと手伝うよみたいな人実は入ってくれたんですよ今回。なんかそうなんです、副業で。で、ちゃんと会社に副業申請して、でもその方もまさに、矢崎さんがおっしゃってたみたいに、会社辞めたくないんだけど、なんかやりたくて、今ちょっと時間できちゃって、みたいな感じの話があったんで、あ、そうか、ユートラストを使えばよかったんだって、ちょっと気づきました。やってください。そう、でもスペシャリストがそうやってね、関わってくれるのいいですよね。ねえ、そうですね。なんか私の共同創業者も実は最初はもう3ヶ月ぐらい副業でやってくれていて、でもう最終的にはごめん本業やめてくれへんかっていう話をして来てもらったんですけど、なんかやっぱりミスも少ないですよね、採用ミスというかミスマッチがありますよね。それはすごいありますね。あともう本当に今副業したい人増えてるんで、多分採用側にとってはすごい良いタイミングだと思います。そうですね、ユートラスト使ってください。ちなみに今日いただいてるお題例の中に、その皆さんの事業領域をこう推進していく上で、規制や慣習などなんかボトルネックになってる部分が
あるかみたいな問いがあったんですけど、まあ、ちょっと福岡はいろいろ経済特区でそういうのをこうどんどん取り払っていこうっていう風土がある街ですから、まあ、そんな街の特性も生かしてこういうことを取っ払ってほしいとか、こういうチャレンジさせてほしいみたいなのがあればぜひお伺いしたいなと思うんですけど、いかがですか？思いついた方から。牧田さんとかどうですか？実際福岡でやってて、福岡だからできてることだなとかいうことでも。今なんかお題聞いて思いついちゃったんですけど、まだ福岡市に話してないなと思って、話せばよかったと思って。ぜひここで初お披露目お願いします。天体ですかね。なんか本当にエアビーの、エアビー、天体。その、何かその、さっきまさに岩崎さんが言ってたみたいに、オフィス借りてて、ちょっとこの時期使えないとかっていう時に、別に借り続けることはできるんですけど、借りるの、あれの、結局オフィスを解約するっていうのもすごい手間じゃないですか。引っ越さないといけないとか、荷物どっかに移さなきゃいけないとか。でもそうじゃなくて、その間、なんかこう、他の人が使える状態っていうのをもっと気軽に実現できるんだったら、多分いろんな空間が生まれるだろうな、いろんな空間の利用が生まれるだろうなって思うんですけど。なるほど。いわゆるまた貸し的なことってことですかね。そう、そうですね。それは基本的には契約上やれない、なんかまあだから法規制ではないですね。なんか契約上やれないっていう風にしているものが多いので、うん、なんかそれを、何ですかね、この、ああ、でもちょっと、死じゃないかもしれないね。でも街がそういう、こう、働きかけをしてくれるとかいうのは、なんか期待できるかもしれないですよね。そうですね。なんかこう空間がもうちょっとこう流動化できるみたいな使い方ができたら面白そうだなって思ってますね。なるほど、面白いですね。ありがとうございます。大瀬良さんとかどうですか？そうですね。僕もしたら市がなんとかっていうのじゃないのかなとは思いつつ、やっぱこう働くっていうテーマで話そうとすると、うん、やっぱ今個人はまあもうどこでも働けるじゃんって気づいてるし、まさに副業とか兼業とかあらゆる働き方ってあるよね、チャレンジしたいよねっていう風に出てきてるんだけど、まさにさっきの僕の元の会社なんかも含めて、やっぱり副業っていうものに対するめちゃくちゃこう謎の不安心配みたいな、うん、でその先にはいわゆる労災ってどうなるんだっけとか、労務管理どうすればいいんだっけ、人事評価どうすればいいんだっけ、就業規則ってここ家か会社って書いてないよねみたいな、とかなんかそういうまあ文字になっちゃってるものがあるから変えられませんみたいな、なんか順番逆じゃないみたいなことが結構たくさんあって、うん、なんかこのあたりにその今やっぱ大事なその企業が変わんなきゃいけないとこなのかなというポイントが、うん、まだまだそういう大きな銀行さんだったりとか、あらゆる大きな会社、ヤフーさんとかメルカリさんとか動きは出てるんだけど、なんか日本人なら大きな、ね、柳の下にいろいろ集まって2匹目の土壌を追うようにこう来るって思ってたんですけど、意外に次から次に来ないなと思ってて、ポンポンってやっちゃう世界に行き始めたんだけど、次の世界に、うんうんうん、来ないんですよね、うん、これがなんか どこでそのパラダイムシフトが起きるんだろう、何が起きたらパラダイムシフトが起きるんだろうって時に、できる行政の働きかけってなんだろうっていう思考文脈でいくと、何なんだろうなみたいなのが一個あるかな。そうですね。もう本当にね、なんか文字になってるから変えられないって、文字は人間が書いたものだから人間が変えればいいじゃんってすごい思いますけど、そういうことを言う会社多いですよね。まあ、それで言うとなんか、これ福岡市主催のイベントで言うのあれかもしれないですけど、なんか行政が動いた時ってもうすでに遅いのかなっていう気がしたりもしてて、なんかまあワーケーションとかもそうですけど、結構こう国が言い始めてわーってみんなワーケーションワーケーションって言い出すと、すごいこう、競争が激化するっていうか、自治体同士の。で、なんかこう、その補助金とか目的にみんなこう同じようなことをしだして、差別化が難しくなっていくみたいな、その本質がずれていくみたいなことって、すごく私は心配してるんですけど、なんかそういうのってちょっとありがちなので、やっぱりこう行政が働きかけたり、旗を振り始める前に、そのキャズムを超える前に、やっぱり、そういう新しい動きに飛び込むっていうのが、やっぱこう、かつてというか、大事な、アンテナなんだろうな、みたいに思ったりもしますよね。
なんか副業の、そういう意味では福岡市は早いですよね。うん、福岡市は、ね、常にね、うん、もうあのハンコレスがやっぱすごい衝撃でしたね。ハンコレスがもう、うん、国が言った瞬間にもうなんかえもうあります制度としてみたい な、ね、なんか、すごい参考としてね、福岡市の職員さんが呼ばれてますもんね、河野大臣のところに今出向してるって言ってますもんね。もう本当福岡市民としてすごい誇らしいあのふるさとなんですけど、うん、岩崎さんとかどうですか？そうですね、なんか、福岡市はもうあの副業の方募集されてたと思うんですけれど、ああいう取り組みをさせてほしいなと思っていて、なんかやっぱり行政の皆さんからすると採用ってどういう人取ったらええかわからんとか、裏側じゃあどういう選考したらいいんやとかって、まだ私たちの方がノウハウ持ってるかなと思ってたりはするので、そういうところ の、 あの裏側やらせてもらえないかなっていうのは今お話をしてて、例えば私実は神戸出身で、神戸市もこの間福岡じゃないや副業募集とかしていて、そういう人たちと話してたりするんですけれども、やっぱりその、まあ、ヤフーとかユニリーバーとか分かりやすいところがドーンってたまに副業募集しますってやるんですけど、やっぱりまだその流れは来てないんですよね。来始めたかなっていう。でやっぱりその国とか行政とかからそういう事例は作ってい、いきたいなと思ってて、まあ、少なくとも働き方改革とかで推進する側なんやったら一緒に事例作ろうよっていう話は結構させてもらって、でそれにあたって確かにこうめんどくさい路地とか、なんかどないしたらいいかわからへんみたいな、確かにあるよね、やりますからみたいなのはすごく、ね、それこそ福岡の皆さんともやらせていただけると嬉しいなと思ってたりします。そうですね、本当にね、行政の中でそういうこう実践者が増えてくるとね、周りの企業とかへの波及効果も、特に福岡みたいにね、こう自治体の信頼が厚い都市だと、あ、市もやってるんだったらうちもやってみようって思う経営者とかも増えていきそうですよね。まあ、今回、ね、今日の、あ、どうぞどうぞ。あ、すいません、あと最近ちょっと増えてるのが、私たちのサービスって基本的に東京の会社さんのお客さんしかいなかったんですけど、コロナ入ってから福岡とか大阪とか札幌のお客さんが増えていて、何かというと東京の優秀な人たちを一極集中をオンラインでこう持ってこれるというか、採用できるっていうのを各地方の皆さんも気づき始めている。で私も地方出身者なんで分かるんですけど、まあ、やっぱりなんか東京に集中しやすいじゃないですか、特に賢い人たちほど。なのでそういう人たちを地方に物理的にではなく持って帰ってこれるみたいなのがあって、お客さんも増えてたりはするので、まあ、ちょっとなんか具体的には分からないんですけれども、なんか福岡市のスタートアップの支援を何かしら採用支援みたいなところは手伝わせてもらえないかなとかは思ってたりしますね。そうですね。スタートアップは特にね、まだ認知度的にもこう採用力がなかなか少なかったりするので、そういう副業とかね、フリーランスの方とかで、こう、リモートで、業務委託で人材活用するというのは、本当に、どんどん使ってほしい手ですよね。ということも、大瀬良さんもさっきおっしゃってましたけど、社長、経営者以外、ほとんど全員フリーランスで構成されている会社も、全く珍しくなくなってきているので、福岡もそういった形でね、こう地方っていうことを不利に思わず、どんどん優秀な人材を吸い上げて吸収していってもらえたらなって思いますね。じゃあ、残り5分になりましたので、ちょっともう散漫なセッションではあったんですけれども、最後に今日聞いてくださってる方へのメッセージも、福岡への福岡市へのメッセージでも一言ずついただければと思います。じゃあ自己紹介の順番で大瀬良さんからお願いしてもらえますか。はい、ありがとうございました。そうですね、なんか転職の話まで含めて、なんかやっぱ働き方っていうものそのものの多様性ってやっぱ広がってるんだなと感じたし、コロナにおいてそれもやっぱり何かこう一つまさにパラダイムシフトが起きてるんだなという感じを今日感じたのは、僕自身もすごく学びになりました。で今ハフに関しては本当にワーケーションというキーワードにですね、引っかかってですね、非常に使ってもらってる部分があるんですけれど、転職とか副業とかあるいはワーケーションも含めて、まだまだ既存の
なんか誤解みたいなものもとはいえあるんじゃないかなみたいなものも思ってて、うん、なんかその例えばですワーケーションなんかで言うと休暇中に働かせんじゃないかっていう、まあ、誤解を受けたんですよね。で確かにコロナ前までは有給取得を促進するために休暇しながら働くこともできるんじゃないってので始まったのがワーケーションだったんですけど、このニューノーマル型のワーケーションっていうのは勤務時間休暇ではなくて勤務時間の働く場所が変えられる、それをワーケーションと呼んでみて、リゾート地でも働く勤務時間として働いていいんじゃないのか、まあ、そういうチャレンジが始まったので、このあたりも実は全然意味が違うものになってたりするんですよね。まあ、副業とか兼業もなんだろうな、こう一つで収入が足りないからなんかいろいろやってるみたいな見え方ではなくて、おそらく次のキャリアとかあるいは新しいむしろ前向きなキャリアのあり方として副業とか兼業がさっき平田さんがおっしゃったようにスタンダードになっていくっていう、まあ、そういった見え方に変わっていくっていう、まさにこの今どっちも混じりながらこう、まあ、どっちもあるよねとか進んでるその、まあ、元年みたいなのが今年なんだろうなと。ワークスタイルで言うとコロナはある種まあ良かったって言っていいんじゃないかなと。なんか前に進もうとしてたその働き方がね、コロナが加速化させたっていうのは、このワークライフ、ワークスタイルに関しては、あれは進化のきっかけになったんじゃないかと、まあ、そんな気もしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では、牧田さん、お願いします。はい、なんか今日、やっちゃいましょうか。はい、今日、なんかビヨンドコロナ×ワークっていうセッションで、この、パネラーの方々とお話できたのはやっぱり私にとってもすごい学びが多かったなって思いました。つむぐとしてはその場の多様化っていうところでスペースをこうどう活用できるかっていうところの仕組みを提供するんですけど、まあ、それこそ今ワーケーションとかでもすごくその使い勝手良さそうだっていうことでワーケーションっていうキーワードでもお問い合わせいただくし、ハフさんとも一緒に何かできそうだなっていうのもちょっと実感できたし、うん、あとその働くさっき岩崎さんが福岡市のスタートアップにサポートしたいっていうお話があったんで、うわめっちゃうち岩崎さんにサポートしてもらいたいと思ったりしたんでなんかこう本当にいろんな働くっていうところと働き方だったりとか場合の多様性だったりとかうちの仕組みを使った部分でもまだいろんな展開できるんだなっていうのを学ばせてもらったなっていうふうに思っています。であとやっぱり福岡市は私もうちの会社も実証実験いろいろやらせていただいてるんですけど、市と動けるところのスピード感っていうのをすごく感じる部分があるので、まあ、特にこのコロナの後っていうところがすごい実感が高まってる感じがするので、引き続き福岡の会社として頑張っていきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。岩崎さんお願いします。はい、余裕時間ありがとうございました。なんかあれですね、私自身はすごい福岡への印象が変わったなっていうのがあって、今までは本当にペイペイドームに通ってるだけの人だったんですけれどすごい行政のそれこそ今回 のイベントの趣旨とかも拝見してたんですけれど、すごくこう思いがあるところにはやっぱ人はついてくるんだなと思うし、私もちょっとそのフォロワーのうちの一人になってしまったかなというところですね。でなんで私はこの、まあ、コロナっていうネガティブなきっかけだったので一概に素敵な世界だとは言えないんですけれども、今の働き方とかっていうのは、まあ、いつか来るものがちょっと早めに来たんやと思っていて、でかつ私は個人的にはすごく好きな働き方なんですね。今の個人が家から好きなところから働ける世界で、それの会社のなんだどこの仕事をするかっていうのも向こうが相手が違うところにいたりとかっていう世界はなんかすごく自分らしく働けてるなという感覚もあるので、そういう意味でこう日本全体として盛り上げていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に貴重なお話いろいろ聞かせていただけて楽しかったです。皆さんもおっしゃってた通り本当にコロナの影響でいろんなことが加速していい方に変わっている部分もきっとあると思うので、まあ、そのトレンドをこういち早く捕まえてこうキャッチしていく、でそれをこう、まあ、福岡市の場合はすごくサポーティブに一緒に伴走してくれる自治体だと思うので、福岡で起業している方々は気づいてないかもしれないですけど、めちゃくちゃ恵まれてると思うのでぜひですね福岡にいることのメリットをこう、まあ、使い倒してですね、一
引き続き頑張っていただければと思います。はい、では時間になりましたので、こちらのセッション以上とさせていただきます。ご登壇者の皆様ありがとうございました。